CS? なんでどこにあったんだよ CS なんて。え、あCS 置いてあるの。まあそりゃそうだわ、 CS のライチとかクソ強い。あさあ第5戦目ガショウケク、ジャンビー降りる、ジャンビー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 、さあ必要にジャンビーをかされて抜けられない、バックスコスで、ああとつぶらげ入って、これはタッチディ大剣のところにバーソーですね、バーラク、前投げダメ残影で拾ってダメージを伸ばしていく、さすがしアラクネ側にもゲージ溜まるのがちょっと悩みの種。さあロジャさんはゲージ100あるので結構やりたい放題、ラサイシュやってて5点陣でダメージ伸ばしていく、拾いも完璧。さあこれは楽しい場所、ちょっと前までは結構ゲージを犠牲にしても体力リードを取っとくっていう、だから今の場面も水入れっかさん、前までは小田さん打ってたんですけどね、なんか最近はそうね、ガキャン用なのかゲージを取っとくようになった。さあジャミジャミ、これガキャン、さあしかしちょっと赤いオーラを身にまとってるのでかっこいいんですが、何か引っかかってしまうと大ダメージ。さあジャンシーからうまい取り返す、取り返すじゃねえや、一本選手構えてダッジスカル、ジャンディー、あーラクネジャンディに引っかかって、さあ追尾切り、さあこれは若干いやらしい、さあ的行き両ワープで無理やりつけさせに行くが、頭上切り、あー頭上切り意外と役に立たないな。さあ的行き追尾切り、これが欲しい、ログディ置いて、あーガーショーヘイダル、これは痛いのか、あと裏回れず、これ場所仮面背負いからロケ、あのジャンプ 4A が出なかった、レッセンかからめくりジャニシー、タジにつながらずジャンニーからヒネトズ、バクステは読んでいた、 2B3 してるところでヒヨコはバスト。さあこのふわふわはちょっと画商のいい的になってしまうので怖い。さあ 2D2D はバクステで回避、追尾切り 6D いやらしい配置、あのラグインスタート、ディムシーからワープでめくって5番5番、これガキャン、さあガキャン吐かしてたのでとりあえず捕まえればなんとかなりそうな気もするんですが、さあうまくしのぎ切った、ロケもガード、ロケ2発目はジャンプで逃げる、ジャンプ4秒降りてきてダッシーはガードくぐってダッシーガーショー逆、ここに置いてあったが、まだ死なない。さあは、ビーム警戒から取り取り取りからジャンピーに対してガキャン、しかしタイムイズマネー、時すでにお寿司だった。さあ最後はヤベルカベルのビームに対して立ち入り刺してロジャさんが3本目、おや最近の5人は動くんですか、うん、そうね、ひよこくんは負けてもまだ桃色参戦があるんで、桃色さんのところで勝てばそうね勝つ、まあ何か何回も言うんですが勝つときはまあ圧倒的に 5-0 で勝った方が当然、そう勝ち数並んだときに得失点が考慮されるんで、まあ 5-0 で勝つのが一番理想的、負けるときは 5-4 で負けるのが理想。これが第6戦目、あーっとおっとタイムに負けて、あー小回り刺さってログディーまでつなげてラグインスタート、ジャンシーが当たらずつながらず、ロケガードからめくりジャンシーガード当たりぞ、あー下段終わってて高さは通過ず、めくりジャンシー当たって、これはあーまだ知らない、ロケタッチディービーム、さあとりあえず何か引っかかったら死ぬ体力にしたい、ジャンビージャンビーでも死ぬみたいな、そういう感じの体力にしていく。さあ 2B 避けて、あとジャンディに対して風間の立ち位置が刺さる、あピキャンで
あの小関か、あー、ガショーに対して使っていたのでジャンディが刺さって横原くんが1本目 EC タイプ、あら、4D ヒレントと落としてニオキ上がり5番割れている。ジャンクテクからヒレントと落として置き攻め、バックステは、まあ、されてもいいけど迂回はしない。レッセンガに対して荒くで立ち込んで暴れていく PQ 素晴らしい。さあ画面端だとコパンが刺さっても一発ランクになる。あーのなんだなんだなんだ、なんで J コーデジが出てしまったんだ。さあ F マルジなんだなんだなんでなんだ、何が起きたんだ一体ね、何が早すぎたとおっしゃっていたんですが、あ、6B かな、 6B にしたかったのかな。さあガードガー5パーマル2位、かわいいガが刺さってこれは死んでしまう。あ、青い、あーブルー、デリシャスブルー、美味しいな。さあこれで33ちょっと長くなったんで スピーカー入れてもらっていい。入ってない。今33です。お互いのスコアは33なんで、まあ頑張ってくださいと、それだけです。あ、ありがとう。さあ投げ入って裏投げなのでジャンプログリス当たって、マジで椎野くん好きだな。さあダメレス戦がね、バースターが下げている。さあグー投げ、あーとジャンピカーラグー投げ、これはまあまあまあバースターは吐かせたんですが、どっちかっていうとラグインゲージの方が欲しい。さあ5番5番5番からドロー蹴り出してビームタジジャンシー大キャンから大、立ち合ってジャンディ、あー死んでしまった。さあいいゲームだった。最後は 6C。 さあこれでひよこくんがこのラウンドを取るとかなり大きい。ジャンディからあーガーショーゲーム、 6D からとりあえずゲージを回収よ。さあ、ニオキ上がり、結構頻繁に見てるんですが、今回はうまく枯れた。5番で勝って、ゲージを回収と。さあ、ダメガシ、おー、挫折から6位。ジャンプで逃げて、あの、ダメガシ飛ばされてしまった。2D タイプ素晴らしい。ラビガシ、ダシ、シー拾いして、ダメージ伸ばしていく。これは結構、そうでもなかった。ごめんなさい、嘘。あー、レッセンがラビガシ、これは殺しきる。3段。決めとず、ダシ拾って、あの、さあこれを逃してしまうとかなり怖い。手負いの獣が一番怖いんですよっていう誰かのセリフが。5番5番から刻むガード、ジャニシー、最後はガショー。さあこれでイーブン、バストもイーブン。さあ追尾切り吸っちゃって、いい発生は結構ミスか。あージャンビー降りてきてここでバーソン。さあ楽園 40% はつけたくないと。あーしかしこれで 60%。 あコマコマ待って、これはジャワキーダッシー2シーヒレントズ。さあちょっと警戒して、あー補正を切っていく。ここでヒヨコアラクネもバーソン。さあ追尾切りいやらしいのが出てしまった。あかん、ダッシー引っかかったので霧が消える。さあこれはそうね、多分立ち木とかでも、あ、立ち木はつかないか、さすがに。まあ下手に立ち狙いに行くとそれを読んでのジャイア後天人とかもあるんで、なかなか安易にクリアはしないんですが、切り巻いて頭上切りジャン CC からあとガーキャン読んでいたんですが、そのガーキャン読みのジャンプで切り落ちてしまって楽にスタートで、あいや、しかしこれはまだ生きる。そなたは美しい、生きろらしいから上りビームし当たって、これビームまだ生きる、リターンして、あージャンシーめくりか、めくりっすかね。
マジリプレイ。あーそうね、めくりだね。さあ素晴らしい。これでヒヨカラクネが対戦勝利に王手と。いやーあれねー、こう画面上にべったりくっついててもう裏になっちゃうっていう、ずるい。タオカカもね、そうタオピッタンでね無理やり入ってこれるっていう。あとはノエルのジャンプ 4D かな、もう、端にべったりくっついてても無理やり間に入ってしまうと。さあ車輪で落として、さあ後半でバック下がって、これは 30%。 あとギリ、追尾ギリ、ローグリ置いて、いやらしい配置にしていく。ラブおお読んで、ちゃんとジャンクダイク。え、壊れちゃった。すげえ、俺も壊れてんのかと思った。さあ体力リーダーロジャーさん、さあ5番5番ちょっと怖いよ。さあ今の5番5番重ねは若干加減が怖い。ジャンビー、ジャンビー加減読んでいる。これは DC ラビキャして楽イン、あれ、あー結果オーライ。あーゲラ刺さって、これはロジャーさんにはちょっと頑張ってほしい。さあリーチ、対戦勝利にリーチ。私の見当違いだ。さあレディースはかっこよくて、ジャニー OK ガード素晴らしい。ジャニーガードからのジャンピオン見読んでのガードだったんですが、まあそこ読まれてラグインスタート。さあこれは絶対絶命、ティーム C当たってダイブ、ティーム C、ティーム C から車輪、チーム C から 6CC、DMC やってダイブ、これは死んでしまう。素晴らしいゲームだった。勝ったのはヒヨコアラクネ。